はい、岡田さんです。今日はトゥデイズバタフライを作ってみたいと思います。蝶々ね、みんな行ってみよう。そんな難しくないよ、簡単じゃけんね。はい、3ピンク5ラウンドバー、5ラウンド5インチズバルーンね、3 and 2アイボリー269よ。で、you can use favorite colors バルーンね、あの自分の好きなやつ使ってくださいね、子供たちね。はい、じゃあ膨らませていきます。まずは羽を膨らませていきます。まあこのぐらいかな、ちょっとまあちっちゃめに膨らましましょう。もう一つをセームサイズですね、セームサイズバタフライズウィング、ウィングっていうのかな、これをプリーズタイ結んでください。結びます。はい、結びましょう。で、次にね、ちょっと変わってるんだけど、これをね、今度は NEXT 3つ目はあまし大きく膨らまさないの、ちっちゃい、このぐらい、このぐらいでもいいかな。これをこの向きね、この向きで半分取るし、はい、半分で、これと一緒に巻きつけて、そしたらこういう形になるでしょ、ね、で次 NEXT は、アイボリー、アイボリーはこのぐらいです。そんな膨らまさない、膨らます長さの方が大体25センチぐらいかな、あ10インチズアバウト25センチぐらいで、ファーストファーストワンメイクピンチツイスト、One make pinchy twist and one more make pinchy twist, pinchy twist. で、ここでね、この長さって多分ね2インチぐらい、5センチぐらいなんだけど、そこで一回決めます。決めてこれをこう持ってくる、もう一回決める、こう持ってくる、持ってきたらここ、こうまたぐ、オーバーオーバー、またいでください。で、ここを、まあ、5センチぐらいのところを決めておいて、これをこっち側に持ってきます。こっち側に持ってきます。で、このピンチツイストの、アンダーバーピンチツイスト、スルーしてください。で、これはね、取っときます。あと使います。プリーズシングルハンドタイ。これを整えていきますよ。羽をね、持ってくる、こっち側に回しながら持ってくる、回しながら持ってくる、回しながら持ってくる、ピンチツイストも整えます。ピンチツイストを整える、そしたらこういう感じでいきますね。はい、ピンチツイストを調節しましょう。こうやってこうやってやったらこうなるからね。はい、こっちの方が早いかな。はい、あとね、触覚を作ります。触覚はさっきの残りで、もうこういうロスしたものとかを用意すればこれでいいんで、こういう時はもうカットしてるから、 Please this is convenience で、ね、very very convenience バッダルポン、ちょっと空気を入れた状態にしてこれを結びます。よいしょ、一つ作るでしょ、もう一つ、ワンモア作りましょう。これ空気入れた状態にして、同じぐらいの長さがいいけ、しっかり持ってね、空気を抜けんようにしてね。で、できたら、まあ、長さちょっとぐらい違ってねいけ、これをパッと回します。これでいいよ、ちょっと長いけど、まあいいか。この間に入れていく、入れてぐっと引っ張ります。引っ張って一周しましょう。なんかもう隠れるから隠してあげて、うん、長いなと思ったらこうやって
回したらいいけどね。はい、これ長い、これ短い。調節しましょう。いいかな。直角長くなったね。まあいいか。はい。これでいきましょう。こうやって長いな。外側に向けたかったらクロスしてね、一回ね。よいしょ。もうちょっと切ってくれ。長すぎたかな、ちょっと。では、よろしくしよう。はい。これで描きましょう、顔を。OK。最後にドローイングしてください。ドローイングします。かわいい顔にしてね。かわいい、かわいいでしょ。どうだろうな。こっちにしようかな。こっちにしよう。お目目を描きます。かわいすぎる。自分で言うなって。かわいいな。友達になりたいわ、こんな小売長長だったら。はい、できました。はい、どうぞ。作ってみてね、みんな。はい、それではカネさんでした。また会いましょう。 See you next time. バイバイ。チャオ。